韓国って元大統領が捕まったりとか刑務所入れられたりとか自殺したりっていうのでその韓国ってなんか 治安悪い国だよね、みたいなイメージあったんですけど、日本の場合って、その、偉い政治家が悪いことしても、捕まらないだけなんですよね。悪いことしても捕まらない国と、悪いことをした人は、どんな偉かったとしても捕まえるっていう国だったら、どっちがいいですかって考えると、あれ、韓国の方がひょっとしたらマシだったんじゃねっていう気が若干はしてるんですよね。安倍首相が穴ホテルで桜を見る会の前夜祭っていうのをやったんですけど、 で、元々そのなんか前夜祭っていうのはその安倍首相が主催したわけじゃなくて、参加者が一人5000円払って参加したんですって言ってたんですけど、参加者の人が、いや5000円なんて払ってないよって言い出して、いやいやいや、お前5000円なんて払ってないじゃん、嘘ついたやんっていうので、説明に誤解がありましたみたいなことは言ったんだけど、ホテルの領収書出してよって言ったら、そんなものはないみたいになって、ホテルの調理書出さないっていうので言い張ってるみたいなのがあって、一応秘書の方はあの略式起訴で、まあ有罪コースで、安倍首相も略式起訴になるのかな なんか本当に悪いことやったらやっぱりちゃんと正式裁判やった方がいいんじゃねえのって思うんですけどまあ日本はそういうのを選んだんだなと思います。 あの上級国民っていうのが去年とか一昨年ぐらいの,あのなんか流行り言葉になったんですけど一般の国民と上級国民で権利は違いますよっていうのがあるんですけど今でもそのコロナになりましたって言って自宅待機になって自宅待機もなくなってしまう人とかって結構いるんですよね熱が出るぐらいじゃダメでなんかその息苦しいとかっていう症状がないと病院手配してもらえないっていうのがあるんですけど最近石原伸晃さんっていう自民党の元幹事長の方がコロナになってで無症状だったんですけどなんか体調悪いなっていうと次の日に PCR 検査を受けられてで陽性ですってなったとたんに即入院みたいな <laughs> いやいやいや今までのじゃあ自宅療養してた人たちなんで即入院できなかったのみたいになるんですけどある程度の日本人の方ってその政治家が優先されるのは当たり前だよねって思ってるじゃないですか。 政治家は優秀で日本で役に立ってくれている上級国民なので、一般市民が自宅療養で死ぬのはまあしょうがないと。政治家が優先するのはしょうがないよねっていうのを、割と価値観として持ってる人は結構いると思うんですよね。だからその芸能人とかもいきなり入院しましたってなると思うんですけど、元政治家の方とかも体調悪いって言って、なんか PCR 検査普通だったら受けられないのになんかすぐ受けられたみたいなので結構話題になってたりしましたけど、 あの、橋本さんのことね。<laughs> 元政治家とか政治家とか偉い人が優先されるのって結構当然だよねっていう価値観の人がいるので、そうするとじゃあその、元総理大臣とかが悪いことしても、まあ、あの、刑務所に行かないのは当然だよねっていう考えは、まあ、少数派ではないんだろうなというふうには思ってたりします。